日はポニーテールのつむじ割れを解消する裏技をご紹介いたします。表参道の夏夜ヘアスタイリストの原が解説いたします。今回は結んだ時の根元のパックリ割れの解消方法を2つご紹介します。1つ目は左右にコーミングをするやり方です。2つ目はコームの先端を使ってつむじをぼかしていくやり方です。2つ目は特にやったことがない方が多いと思います。ぜひ試してみてください。まずゴムを1つ使ってポニーテールを結んでいきます。このように下ろした髪をそのまま一つに束ねてしまうとつむじ部分が左右にパックリ割れてしまいます。トップにボリュームが出ずのっぺりした印象になってしまいます。まず一つ目のやり方です。ヘアバームを先につけておきます。手のひらでしっかりと温めたら全体になじませていきます。つむじをまたぐようにして左右にコーミングをしましょう。目の粗い櫛を使うとやりやすいです。右、左、右と何度か繰り返しましょう。最後に真下に向かって時を下ろすとこのように綺麗につむじが隠れてくれます。根元が割れていないとこの後引き出すのもすごく簡単になります。間隔を空けながら指でつまんで引き出していきます。頭の丸みを補正するようにして引き出しましょう。根元も割れず丸みのある綺麗なポニーテールになりました。2つ目はすでに結んだ状態からできる裏技です。このようなコームの先端部分を使っていきます。先ほどと同様割れ目をまたぐようにして左右に通していきます。少しずつ場所を変えながら何度も繰り返していきます。毎回ゴムの結び目の位置まで通すのがポイントです。するとこのように割れ目が隠れました。綺麗なポニーテールができたら結び目に飾りピンをつけていきます。割れ目がなくなるだけで一気におしゃれ度がアップします。この2つの裏技ぜひ試してみてください。このチャンネルでは表参道の美容師がショートヘア、ショートボブ、ボブを毎日楽しむための有益な情報を週に2回、火曜日と土曜日に配信しております。チャンネル登録していただけると私たちの動画を作る活力になりますので、チャンネル登録されていない方は画面下のチャンネル登録ボタンをぜひ押してください。よろしくお願いいたします。